はい、どうも、女子名茶です。ブラックです。ということで、今回もですね、ウィニングイレブンアプリ2020やっていこうと思うんですが、今回は久々の監督紹介ということで、はい、こちらですね、本若になります。本若といえばですね、めちゃくちゃ、まあ、FP の引きが悪いんですよ。まあ、いつも来てないね、狙いどころはね、はい。で、こちらの監督なんですけど、ファイブバックだ。で見てください。青の選手めちゃめちゃ多いでしょ。通常ね。もうビダルもロバートソンもブスケツもね、ロナウドでさえ青ということでですね。はい。まあ、今回は、ボジタル、ハンドビッチということで。ファイブバックですね。ファイブバックの監督なんですよ。最近これが、本赤で、まあ、激推しの。そうです。監督ということで、はい、よく使ってるんですけど、はい、まあ、なんでファイブバック使うかということで、結構同じ人がいたらね、ぜひ試してほしいなと思うんですけど、ポ、はい、ジ TV のこの本赤って、まあ、趣味の FP はそこそこいるんですけど、うん、それ以外 その FP 特に前線いないですが全然いなくて、結構やっぱ火力がそんなに出せないっていう中で、はい、まあ、相手のねそのすごい強い FP とかと対峙するときに、まあ、例えばシメオネとかサントスとかだと、はい、どうしてもね火力負けをしてしまうっていう場面がしばしばやっぱ出てきてしまったんで、はい、これなんとかしなきゃいけないっていうところで、もうせっかく後ろにいい FP がいるんだったらそれを最大限活かせる、はい、ファイブバックを使おうということで、このファイブバック使ったらねかなり結構 いい感じの布陣、うん、それでもねやっぱ両サイドこう見てほしいんですけど、アンドリー・ロバートソンのビダル、普通だったらねここ俺のアカウントだったらこれ FP いけるんですよ、両方、ね、だからこれすらも持ってないとかわいそう。真ん中 DMF ブスケツですよ、かわいそう。俺使わないぞ、かわいそうだ。俺はフェルナンジーニョを今回今週は使うと、そういうところでいろいろなやりくりがあるんですけど、俺だってもらったそうなかなかね、そう皆さんはもっといいねFP 持ってると思うんで、そしたらもっとねいい布陣組めると思うんですけど、これね相手の方はサンディでいう、まあ、4312ということでね、まあ、代表的な監督、まあ、シメオネ・サントス、サンディはそんなにないですけど、まあ、同じ形なんでっていうところなんですが、まあ、やっぱ一番いいのはね、このファイブバックは硬いんですよね。硬いよ、ここカチカチよ。ここでまだいるから、うん、一応あれさ、スルッと抜けた時にさ、そうあのまま打たれるのとやっぱり寄せて、ファイブバックの一番いいところは相手のカウンターだとかそういう時にちょっとやっぱそう、なんていうの、フォーセンターバックっていうか、まあフォーバックの時よりも全然耐えられるってところですね。1枚いるから3枚いるっていうのがでかいんですよ、うん、中央に3枚センターバックがいるっていう。攻撃はね難しそうに見えるんですけど、まあ、今回1試合ですね、うん、得点シーンとかかなりちょっと解説していこうかなと思うんですけど、このサイドバックをうまく使うことです。ファイブバックの時、うん、このビダルをうまく起点作ってって、でサラー入れて、うん、この2枚エリクセン溜めて、ロナウド、この2枚のこの環境も最後同じなんですよ、うん、でこれフィニッシュなんですけど、ここの要はそのビダルのサイドをうまく使いながら、2-2のこのサラーとエリクセンですね、ここをうまく使うと。で最後はもう同じです、このシメオネとかみんなが使ってるサントスとかと全く同じ崩しをすればいいんで、ファイブバックの場合は何を一番考えるかというと、カウンターをスリートップとかに流れてきちゃうでしょ、どうしても。でもう流れてくるとやっぱ止められなかったりとかするんで、そこをもう防ぐ。まあ一応形的にはこの監督5-3-2、5-3-2なんですよ、っていう形で、まあ、1枚はね DMF あって、で2枚が OMF なんですよ、そうそうそう、で2トップっていう形なんで、まあ、これで4枚、うん、であとはそのサイドバック1枚使ってやっていくっていう感じにはなってくるんですけど、まあ、ここら辺もねこうトップにこうここで入って頑張って粘って、このサイドビダルですね、ここが結構効いてくるね。そうで、この中にもう一回折り返すっていうところなんで、まあ、ファイブバックって結構ね、攻撃やりづらいかなと思うかもしれないんですけど、攻撃もね、両サイドの人バックの上がりをうまく使いながら攻撃するんですよ。そうですね。攻撃しづらいで、ね、もう、ね、守備はマジで勝てん、うん、やっぱ一発の裏ポンとか理不尽なことがなくなるんで、まあ、それでもね、なんかとんでもね、なんか操作性によって生まれるゴールみたいなのもあるんだけど、まあ、それはしょうがないんで、それはしゃあないかな。そう、ただなんか一発芸というかね、カウンターでガンみたいなのは少なくなる。ここもさ、奪われるんだけどさ、うん、3枚いるじゃん。そうだね。これさ、要はさ、4-3-1-2とかってこの流れ、ほら、うん、こういうのがね、マジでなくなるから、そのなんか奪って奪われてうわーみたいなで流れてきちゃうみたいな。今パスずれますからね。そうで流れてきちゃうみたいな、まあ、ああいうね、ところで取られるってのあるよ。あのね、大丈夫。それはね、結構ね防げるから、うん、できるっていうところもやっぱり出てると思うんで、残ってるのがでかいですね。ここがね、まあ、そのファイブバックの一番のいいところですね。このロバートソンですね、うん、エリクセンのこのタッチ、流しょメッシュみたいな、超攻撃はコンパクトというか簡単に攻め上がるんですね。このエリクセンで持って、ちょっとこのロバートソンの、うん、やっぱここサイドバックね、
でサイドバックロバートソンが入れてエリクセン。でこれね、おもちゃ TV では結構エリクセンね、あのロバートソンのサイドバックがあんまりないんじゃないかなって言ってたんですけど、あのフォーバックの時はそうそう、フォーバックの時ってファイブバックの場合はむしろロバートソンとか使った方がいいって、うん、なんでかって言ってこのサイドバックから攻撃を始めることが多いんで、やっぱサイドバックのロバートソンとこのファイブバックで使ってると足の速さと足元の技術高いんで、全然ねここはロバートソンとかむしろあの、うん、ダビド・アラバとか攻撃、ね、力がある選手が全然いい。怖いけどいるんだよね。いるの後ろから。いるから。大丈夫だから。安心しろ。安心をねしてほしい。僕もねこれはシミオネだとね、まあシミオネとかフェルサンとかそうなんですけど、よく使う、まあスリートップもそうなんですけど、はい、貫通されるんですよね。貫通される。結構。ただそれが逆にないんで。よいしょよいしょ。でも後半からベッケンバーは入ってるんですけど、うん、まあ、ベッケンバーはめちゃくちゃ強いよ。どうなの？強い MF のところの構成としてはどうなんですか？あのね、これはねまだね悩んでるところでもあるんで、うん、まあまた詳しく紹介しようかなと思うんですけど、うん、あの基本的にパスが上手い選手を置いてほしいんですよ。なるほど。1枚は2枚2列目とかしつこいんで、うん、ファイバックの方やっぱりそのケツから突っ込めないといけないから、1枚はエリクセンとかそういう、まあ、あのパスがすごい上手い選手を置いて1枚攻撃できてもいいのかなって。なるほど。これ見てよこれも、うん、さいいよこれさ3枚いるじゃん、うん、今メッシ多分さ相手の方さ中に向いてコンコン打ちたいと思うんだけど、うん、打てないんだよね3枚。もう囲んじゃってるね。囲んでんのよ。ただ打たせるだけみたいな感じになるんで、うん、シュート打たれてんだけど全然怖くないよ。だから結構相手としては5バック対峙するときはかなりしっかり崩さないといけないんで、そうそうそう、見てこれしっかり崩すのはね、そのこっちもディフェンスする時間が生まれてくるんで、まあ、攻防がねできるんですけど、速いカウンターはね結構やっぱアプリの特性上どうしようもないときがあるんで、そういった意味では5バックね。いやあこれこれさめちゃくちゃうまいよ。まあ、だからこういうゴールじゃないと決められないと。そう、これはでももう無理よ。だってこれ枚数足りてるけど、こう完全にお相手さんのこのネイマールのこのエラシコのタイミングこれはまあ技ありですよね。だこういうゴールはねもうしょうがないから、相手の人が上手いからっていう感じなんですけど、ただ理不尽なゴールをどれだけ減らすか、あれはね相手が上手いっていう感じでね、もうこっちもしてもめちゃくちゃ上手いゴール、ね、上手いなっていう感じなんですけど、言ったけどね、うん、やっぱロバートソンが攻撃的サイドバックなんで、サイドバックは、俺1枚ビダルは無印みたいな感じになってるんですけど、1枚やっぱロバートソンみたいな攻撃的サイドバックを置くとかなり前への上がりいいんで、うん、おすすめですね、やっぱり。まあ1枚は攻撃的サイドバック。そう、めちゃめちゃおすすめ。OMF はパス数値高いやつ。ベッケンバー奪ってくからね、ここにロバートソン。ベッケンバーがね、あのグランダーパス、フライパス95なんですよ。で、ここロナウド使ってさ、メッシュ貯めるじゃん。ここ来るんだよね。素晴らしい。これ。ネタじゃないからね、OMF 普通に。何なんだろうね、このオフェンス性そんな高くないの、なんで来る？俺、あの、メッケンバーの動画出したでしょ、OMF で、うん。ネタみたいな感じで思われてるかもしれないけど、マジで強いからね、普通にこれ。うん、こ来るから。でね、これ、決定力87あるんだけど、な、決めるよ。すごい。素晴らしい。で、デュエンス力高いし、素晴らしい。メッケンバーが奪ったんだから、うん、で、ロバートソン使って、最後自分が決めるっていう。だから、ほんとね、FP のね、引き悪い人。センターバックとして使ってね。あの FP の引き悪い人、うん。メッケンバー使いましょう。またこれ怖いっすね。いや、うまいっすよね。うん、すごいね。ただまあこういうのだったらね、その攻防が生まれてくるんで、こっちもやりようがあるんですけど、一発カウンターっていうのはね、やっぱりね、どうすることもできないっていうのがあったんで。何ですか、おい、FP の選手なんか、ベッケンバーとかレジェンド使ってるから。そう、レジェンドに頼ってる、ね、今俺、青のロナウド使ってる人とか、マジで見ないぞ、オンライン。あ、でもオンラインはやっぱロナウドが多いっすね。ロナウド多いよ。まあ、というか、多分だけど、ロナウド当たってる人がオンラインやってるっていう印象があるね。ジルスとかさ、そう。そんなもうリフじゃん。これずれるじゃん。うん、ここね。ずれても OK。こうもう後ろにワイスいるから、あそんなに合わせる子はない。どのおり？あ、どのおり。そう。うん、英語ではどのおりよ。もう慌てることはないぞと。俺は言いたい。そしてここで。でここでしっかり攻撃が作ろう。うん、ロナウド使って、こうまたね、ベッキンママの。もう来てるわ。これ。いやー。左よ。ワンパク。このベッケン。すごいな、この工程は。ミナバウアーならぬベッケンバウアー。いや、だって来すぎでしょ。オフェンス選手、これ2列目じゃん。これめっちゃ今ね、大好きな選手だわ。2列目のドゥンじゃん。で俺は FP いらないぞと。うん、前線の FP になくても。お前来ないからな。いや、まあね、いるに越したことはないよ、もちろん。そうだね。あのね、一応フォーワードだと誰がいるかっていうと、あのルカクとラッシュフォードなんですよ。だからラッシュフォード今週いいなんで。いいよ。とんでもないことになってる。とんでもないことフォワードはね、もう通常に頼るしかないんですよ。でも
こういった感じでファイブバックでやってるんですけれども、ポイントはですね、やっぱり両サイドバックをうまく使うことですね、うん、やっぱりおすすめは片方は左にやっぱり攻撃サイドバックロバートソンとか、あとマルディーニとかダビド・アラバとか、そういった攻撃サイドバックを置くことがやっぱおすすめで、あの後ろのファイブバックを全部センターバックにしちゃうとやっぱりなかなか攻撃しづらいんで、そうだ、ね、サイドは上げる、であの自分がやっぱりそのボールを持ちやすい選手を配置してあげる、で2枚の OMF は結構パスが上手い選手を置いてっていうので、うん、まあ、おもちゃ TV はまだまだですね、ファイブバック使ってそんなに時間は経ってないんですけど、まあ、でも結構試合はやってるよね。そう、もう試合で言えば15試合ぐらいやってるよね。ファイブバックにしてから一応未だ負けなしといった感じで来ているんで、うん、もっと人選とか、あの、まあ、その試合の戦い方とか守備の仕方、うん、攻撃の仕方みたいなのを見つけ次第ですね、また動画にしていこうと思うんで。そうですね、もしあの本当に今、はい、ちょっとあんまうまくいかないなと思ってて、特になんか変なカウンターむっちゃ刺さるんですけどっていう人は、はい、他のね5バックの監督でもそんなに変わんないと思う。この形って結構あるんで、うん、あのまあ、この判断ビッチでも、はい、じゃなくても同じような形だったらば同じような感じにはなると思うんでね、はい、ぜひチャレンジしてみてほしいなと。まだ選手紹介とか監督とか、はいはいはい、あのいろいろちょっと紹介したいなと思う監督とか選手いるんで、はい、そちらもまだ見たいよっていう人はですね、ぜひぜひチャンネル登録高評価してもらえるとありがたいです。どうしよう、さらぽー。